チボール。そんな、シェリー今行くからね。こっちの声聞こえてない。あら、うずくまっちゃって。すぐ行く。あら、捕まった。あら、勘弁してくださる。あー、手榴弾ドーン。これが一番すごい、これが一番すごいわ。よし、セーブできるところに帰ってきました。で、これをね、デジタルビデオテープゲットしたから、ちょっと使ってみよう。どんな映像が見られるのか。お？よし、やめろ、やめてくれ。よし、ダメだ。ダメだ。やめろ。おい、こっちだ、バケモノ。やめてくれ。スミスを殺すな。そんな。ああ、出た。え、ネズミ。見るんじゃなかった。見てもよくわからんかった。なんやった。あ、もうこれ、チョメのマークついてるのはもういらないアイテムなんで。あれやな。さっきのあれでしょ。片面玉兄貴でしょ。に、あの舞台がやられたんや。なるほどね。あ、こっちまだ行ってないか。資材置き場。うわー、山ほどおるやん。あの奥の真っ赤っかんとこか。怖い。何もまだしないで俺。あいつがおるとこか。あの気持ち悪いやつおるとこか。え、てか、うわ、もうぐじゅぐじゅやん。え、うわ、嘘やろ。うわ、あ、全部ぐじゅぐじゅやん。なんかうるさいやつ女ほんで。ひどい、あちこちに。ちょっと嘘やろ。なにここ。人の体内。あれ、なんか胃カメラの映像見てるみたいや。ああ、おるしんってこんな、なんこれ。もうめっちゃ気持ち悪い。え、生きてんの。あ、もう見てられん。めっちゃ気持ち悪い。これ見てる人、誰か吐いてるやろ、誰か。僕も吐きそうです。絶対出てくるよな。でも、グレネードランチャー持ってきました。しっかり。え、っていうか、誰か心臓落としてる。え、これ通っていいのこれ。やつ？どっちどっちどっち？わからへんから言って。ああ、あかんかった。逃げろ逃げろ逃げろ。ああ、もう、ずるない。そう、隠れて、もう、もう、すごい勇気やね、これも。毎回思う。あ、目ん玉弱点形か。おら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 。どうだ？よいしょ。やっつけられへんの？あ、よしよしよし、目ん玉2発で倒せる。でまだ泣いてんねん、誰か。いや、この辺ほんまに気持ち悪い。どうしたんこれ、何が。あらー、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、どうぞご覧くださいませ。無視していい、こいつ後ろおるから。後ろおるやつは無視。前に持った、前に持った。うん、目ん玉さん、うわー、ちょっと出し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 、オッケー、こっちにはこうへんはず。あー、ほんまに今までの人生で最悪の場所。あー、ほんまに気持ち悪い。謎まだ解いてないけど。あら、どうも、可愛いですね。これ歌なあかんのかな。ちょいちょいおんのよ。えい。何回見やるんやろな。何回見やるんでしょうけど。すいません。わかりません。攻略サイト見ずにやってるんで。
その前にもあいつが気持ち悪すぎてね、さすがにやめたなったな。さすがにやめたい。え、あらららららキングプラグ、ここにもキングプラグないぞ俺。あらららら、ら、え？クイーンプラグですね。まあ、クイーンって書いてるからな。あ、これを抜き差し抜き差しして、また、どうにかする感じですか？あ、ここになんかあるぞ。あれ？クイーンプラグやん。よいしょ。なんかもう、今回の、バイオハザード小脇もめんどくさいね。そんなむずっ、え、あいつじゃないよね。もう普通のゾンビやったら嬉しい。普通のゾンビならもう歓迎する、大歓迎です。もうなんもないな。あいつじゃなかったらもう何でもいい。ああずるっ、おなごを後ろから噛みつくなんて。まあまあええわ、こいつやったらまだ許せるな。はいはい、じゃあそこ通りたい、通りたいから黙っといてくれる。ここは抜いていいの。くあーちょっといっぱいなんか入れるとこがあって、あっでここちゃう、あれここ最初3、えああ、すごいめんどくさいねーこれああ、めちゃめちゃ時間がかかった。いやーなんかもうごちゃごちゃしててね、なんかゲットしたぞ。ほんでスパークショット、ほう、ターゲットに電極を刺して連続的に放電する。へえ、なんかすごそう。10万ボルト的なこと。とりあえずクイーンプラグ、キングプラグ、スパークショットっていうアイテムをゲットしました。もう一回戻らなあかんの。ちょ、俺ほんま気持ち悪いねあいつ。もう最悪。え、これも違う。うわ、もうきょ、もうずっと吐きそうなんです。でも見てられへん、この、いやもう見てられへん、ほんまに気持ち悪い。ああ、いやもう帰りたい。あ、もう全部気持ち悪い、もう助けて。もうずっと吐きそう。あーもう無理無理無理、ほんまに気持ち悪い。え、こっちじゃない、合ってるよね。あーもう気持ち悪い、落ち込んどいて。ああどうしよう、ああ気持ち、ああほんまに気迫、ほんまに気迫、ほんまに気迫で、やっつけなかったから、もう通るだけでいいから、もう何もしません、もう何もしませんから、どうしてください。ほんまに気持ち悪い、ほんまに気持ち悪い。あ、ここやここや、ここを鍵使って開けれるんですわ。あーもうほんまにやめたい。あー、あいつがおらんだけでもうすごい嬉しい気持ちになれる。ああ、ああ、ん？ねえ、ここ。
エレベーターどこに繋がんの？上に行くんや。なんやここ。いやもうあれやな、水がないとこ嬉しいわ。乾いてる、ちゃんと乾いてる場所嬉しい。地下階段なにこれ。ん？ん？なにこれ。あ、なんかある。あ、手榴弾。どこ？あ、ここあそこじゃね？あー、ここ帰ってくるんや。なるほどね、繋がってたんや。あれですわ、警察署から地下行ったとこに繋がってるんや。なるほど。あー、やっと帰ってきました、この場所に。アイテムとか拾いながらね、あとプラグも全部ゲットして、これで先に進めるわけですが、もうほんまに最低な時間やった。もう鈴木先生の授業よりも嫌な時間があるとは。で、何やったっけ。ルークはナイトと同じ壁面だから、どっちかがルークや。で、ルークとクイーンは向かい合っていた。ビショップとクイーンは隣じゃなかった。なるほど。だから、とりあえずどっかにルークやねん。ここにルーク入れて、ルークとクイーンは向かい合ってた。ここに、クイーン。で、ビショップとクイーンは隣じゃなかった。ってことは、こっちがキングで、あそこがビショップや。よいしょ！これいったでしょ。こういうの苦手なのよね。間違えてるっぽいですね。ここキングかな？ここ、クイーン。どうですか？あー、行ったわ。頑張ってシェリー、もう少し。シェリーよりも自分が疲れたんで一回セーブします。はい、休み休みやってます。だいぶ気分悪くてね、あのグニュグニュが。もうゲロここまでとかじゃなくて、もうこの辺まで来てますからね。うん、もう吐いちゃうよ、ほんまに。さあ、助けに行こう、シェリー。あと、あのバイオ左上のこの丸丸丸がこうなったらね、だいたいなんか起きますから。イベントなんか起こるよこれ。ブルーハーブ、あー、山盛りハーブあるわ。もう回復してほしいんやろな。うん、回復する出来事がこの先起こるんやろう。あ、ここや、シェリーがおんのはゴミんとこ。よいしょー。あら、電源が落ちてるか。なあ、帰ろ。危ないわ。自分の命大事にしよう、クレア。ここは、あ、電源室って書いてますね。ここでなんかする。あー、レッドハーブあるわ。回復せなあかんねやろな、この先。すごい回復せなあかんねやろな。これは、あー、これで電源入れるんや。え、これでいいんじゃないの。あ、違うか。あの赤のとこにやらなあかんのか。うわ、あら、めんどくさい。あらららららなんか法則性あるんやろうけど。あ、いった。いったいった。さあ、シェリー行こうか。ふざけないで。一緒の感想。なになに、どこ、どっから。あら、上から。あ、モグラ叩き的な感じですか。
どこどう？わからんて。あ、わからんて。おお。よいしょ。え、違うかな。当たってないか。出てこいよちゃんと。え？どこ？ん？なになに？うるさいうるさい。え、暗い暗い。え、あ、うわあ、そっち。あ、あ、びっくりした。あ、目ん玉目ん玉。よいしょ。あれ食らってる？あー、全力の右フック、すごい。ちょ、あー、えらいことや。ちょっと待ってくれ。すっごー、向こうから出てくるタイプ。シェリー助けに行こうと思ったら出てくるんじゃなくて、もう早速回復せな。あんなマイティーモーみたいなフックね。えげつないフックやったぞ。とりあえず、あ、距離取ってて戦う感じやな。いやー、兄貴、いや、早い早いぞ。やばい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 、ものすごい早い。あ、なー、行き止まり。あ、違う違う違う。え、行き止まりやん。え、来てる。うわ、すごい来てる、すごい来てるよ。あ、降りた。あ、あ、なるほど、この広いところで戦うんや。わお、ジャンプ攻撃。ずるない。え、なにこれなにこれなにこれ。え、ピッピーってなに、ピーってなに。ああ、わわわわわ。え、どうなってんの。え、ああのクレーンを何かしらするんや。あらら、ちょ、ほんまに顔なくなってるやん自分。ああ、こっち来た、こっち来た。首ないやん。おお、危ない危ない。このクレーンをどうにかするんやわ。なんか適当に押すしかない。おお、もっ、え、え、抱かれた抱かれた抱かれた。え、どうなるどうなる。抱きしめられた、抱きしめられてるって。え、あ、強い。え、抱きしめられて一緒に死んだ。そういう愛の形もあるんやな。ちゃうねんちゃうねん。 あのクレーンでやっつけるってことやな。すごい勢いでブワーン来たけど、あれでやっつけるのは間違いないねんけど、もう抱きしめられたら終わりってことか。いやー、愛を感じたね。うーん、あんな力強いハグ。あ、書いてますわ。クレーンを操作するときは向かってくるコンテナに巻き込まれないように。それでな、あのな、毎回やられてから書くんじゃなくて、前もって何か教えてほしいのよ。毎回、こんな近くから始まる？ちょっとちょっと。もうちょい何かあるやろ！もうちょい何かあるやろ！よいしょ！なるほど。はい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 。これでクレーン引っ込めて、でもう一回クレーン押してやっつけるんや。そういうことでやってるよね多分。あいつがあの真ん中らへんおるときに、よし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 、いけるんちゃうか。どうだ、よいしょ。ああ、どうどうだどうだどうだ。痛い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 。クレーンまだ、クレーンまだ、来た来た来た、クレーン来た、クレーン来た、クレーン来た。よいしょー。あれ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 、違った。痛い痛い。うわー、顔ものすごい気持ち悪くなってるね。あんま人のこと言えんけど、ブサイクやわ。さすがにこれよりか男前。え、抱きしめられて投げられたんや。あー、そういう愛の形もないよ。抱きしめられたら終わりや。あ、手榴弾か、手榴弾がいるんか。持ってくんの忘れた。てか、あったっけアイテムボックスに。いや、もう抱きしめられんかったらいいんや。どうしたらいいんや。あー、なんか難しい。あ、分かってんね、大体大体分かってる。コンテナぶつければ大ダメージを与えられる。ヒントはね、早めに出そう。とりあえず、これ始まった瞬間にあいつがおんねん。いや、もうこれなんとかならん。これ危ないね。ひるませて、グレネードランチャーでひるませて、めっちゃ跳ねらして、全然ひるまへんねん、こいつ。バリ強ない。
暴れ方尋常じゃないのよ。ほら食らってない？もしかして俺の自信満々のグレネードランチャーをよ。あ、食らってる食らってる食らってる。今やゴー。お、そういうことな。サプライズプレゼントよ。さあ行け。来た。あ、来ましたよ。来ましたよ。行け。よいしょー。入った。ファイト一発やん。嘘やろ。え、まだ？まだでしたか。あら、そうですか。わー、ケイン小杉さん並みの粘り。おし。あー、おしじゃない。全然おしじゃない。あかん。あかんよ。あ、今や。レッツゴー、レッツゴー。あー、ぐるぐるぐる。ドン！アンコールの時間。いちいちカッコつけんでいいから。ちょ、もう一回打っとこう。不安やから。アンコールの時間よとかいいから。あー、ほら、立つよ、ほら、立つよ。ほら、もう言うてる、もう。あ、いった。いったんちゃん。よし、これはいったやろ。このムービーの長さ倒したよ。あの、一言言いたいことある。ごめんね、シェリー、待たせちゃって。サプライズプレゼントよ。アンコールの時間よ。そんなんええのよ、必死やから。こっち、あ、アイテムいっぱいあったんや。あー、なるほどね。ボス戦の時は結構アイテム落ちてるんや。もうそれどころじゃないもんな。ナイフ、手榴弾、うん、なるほどね。これで有効に戦えるんや。覚えとこう。あとなんかあるか。弾あるわ。うん、弾もある。さあ、シェリーんとこ戻ろう。さすがに倒したし、もう何も出てこんよな。はあ、強かったなあ。あのでっかい箱でしかやっつけられんかったんやな。ママはここや。あれ、ねえ、聞こえる？ああ、シェリー、クレア、シェリー、大丈夫？何をしてるの？助けに来たの。シェリーは感染してる。あら、もう救えないのよ。何言ってるの？メンタもおかしいの。こっちに来なさいよ。あなたには分からないわ。ウィリアムはまだ生きてる。私が止めないと。これ以上話しても無駄ね。待って、もしかしたら治療できるかもしれない。研究所で。そう遠くないわ。ママ。時間がないの。大勢の命がかかってる。シェリー、あなたを愛してるわ。さようなら。じゃないわ。大丈夫よ、私が助けてあげるから。どうして助けてくれるの？ほっとけないでしょ。ありがとう。クレアと結婚しよう、うん、クレアみたいな人と結婚しよう。可愛いし。ほらほらほら、いっぱい揺らしてあげるからね。よいしょよいしょ。で、これどこ行ったらええん？シェリー抱えてるから銃も構えられへんのか。研究所は近くにあるって。待って、あのケーブルカー。あ、なるほど、ケーブルカー乗っていくんや。セーブしていい？シェリー、ごめんね。おい、シェリーのせいでセーブできんやんけ。頼むよ。シェリーとセーブどっちが大事かだったら俺はセーブを選ぶぞ。どこ行ったらええんか。あ、そっかそっか。ここや。
ゾンビ出てこんよね。しかしシェリーに噛まれへんよな。大丈夫かな。おーっとシェリー危ない。落ちる落ちる。シェリー危ない。遊んでる場合ちゃうな。もう少しだからね。あと少し。結構ケーブルカーよ。お、なんかなんちゃらパスいるんちゃうかったっけこれ。ほら、あれ、ああ、シェリーが持っとったんや。じゃあ、シェリー、もうちょっと頑張って。大丈夫だから。ここへはもう戻れないかも。忘れ物ないかな。今のセリフも明らかに忘れ物なんかあるんやわ。なんか、あ、警察署戻れるし、なんかフィルムみたいなあったし、アイテム取ってこいってことなんやろな。大事なアイテムを多分研究所。この感じラストステージなんでしょうね。前もそうやったし、アイテムがなんかないと厳しいんで、ちょっと戻らなあきまへんわ。シェリー、その間に、えらいことなってんちゃうかな。シェリーも、お父さんみたいにならへん？大丈夫？まあ、そうなったらなったでもう倒すしかないか。ね、そういう世界やから、今、バイオハザードって。うん。仕方ない、仕方ない。はい。警察署まで戻ったりね、地下をまた、うろうろして、迷ったよね。めちゃめちゃ迷いながらも、まあ、ただね、おしゃれ番長ことタイランとかいなかったんで、結構スムーズには行ったんですけど、どこ行ったらええねんとか、めちゃめちゃ時間かかりましたよね。で、結果、マシンガンが強化されたり、まあ、ちょいちょい弾見つけたり、スパークショットのなんか弾的なものが見つかったり、なんか、そんなやったわ。多分ね、結構、どうやって見せたらいいかな。ほら、こう真っ青なぐらいアイテム取ったんやけどな。ここなんやろ。もうええわ。もういいよ。研究所行こう。シェリーが困っとるから。で、あと、もう今日はここで終わりなんですけど、ほんまにどうでもいいこだわりで、これ見てくださいね。マシンガン。同じタイプのモデルガンとか使ってサムネイルとか作ってるから、再生数100万とかいかへんかな。1万5000したわ。もんな赤字やぞ。こんな寺井の毎日バイオ赤字やぞこれ。あとなんか銃とかもハンドガンとかも買ったけどさ、毎日バイオの収益でまくれるかな。ほんまねえ、もうサムネイルのためだけに買ったやつですこれ。で、あと遊ぶぐらい。はーい、そんな感じで、もうすぐ研究所に行くということはラストが控えてるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、コメントとか見ると、あとはねレオン編もあるし、あとレオン裏、クレア裏みたいなね、ほとんどシナリオ一緒やけどラスボスが違うみたいな、結構コメントでネタバレする人多いんですよ。シェリーまた出てきますよとかね、もうね、いっぱいいるんですけども、まあありがたいことにですね、アドバイスもいただいてるんですが、まあ、寺井の毎日バイオ引き続きやっていくには、生々しい話ですけども、あんま数字取れんかったら、もう会社の判断で、寺井もバイオやめた方がいいんじゃないかっていう話にもほんまなるんでね、続き見たい方はよかったら、協力お願いします。感想のツイートと、あと僕の告知ツイートのリツイートと、はい、結構真面目な話続きできなくなっちゃう可能性もあるんでね、うん、違うことした方がいいんじゃないかって思われちゃうんで、まあ違うことにもどんどんチャレンジしていきたいんですけども、はい、まあとりあえずクリア編クリアしたら一回ちょっと違うゲームしてね、あとは
まあ、レオンとかは生配信でやったらいいんじゃないかなとか思ったりもしてるんでね、いろいろ考えてます。あと、とりあえず皆さん協力お願いします見てる方優しい人多いんでね、お願いします。頑張りましょう。あともうちょっとなんで、怖い人も多いと思うんですけども、ほな、次回行こう。嘘だろ、おい、あのハンバーガーは伏線だったってのか。つまり俺自身がバイオハザードだったってことか。なんてこった。嘘だろ、シェリー第三形態こいつだけはここで止める。チャンネル登録してくれしてくれ、チャンネル登録してくれ。